こんにちは、柴田です。今回はフェルナンデスのストラトタイプ RST をご紹介させていただきたいと思います。この RST は81年にですねリリースされたザ・リバイバルというシリーズの一本で、ロゴはですね消えロゴになっております。こちらですね、非常に消えやすいロゴで、消えロゴと呼ばれているんですけれども、この前までは石ロゴでした。この RST がリリースされた81年頃は、東海だったりグレコもですね非常にレベルの高いコピーモデルを次々に出しておりまして、もうコピーモデル戦国時代、どれだけリアルにフェンダーを再現できるかっていうところに注力をして競い合ってた時代です。これはその時の初期モデルで、もう40年経っているんですが、非常にいい残り方をしていて、ヴィンテージ感たっぷりですね。焼け具合もかなりいい感じです。今でもね非常に人気のあるこの RST ザ・リバイバルシリーズなんですけれど、時代とともにですねちょっとずつ影が薄くなっていくんです。81年頃のフェルナンデスは非常に攻めていて、当時のカタログがこんな感じです。モトリークルーのねジャケットを彷彿させるような感じなんですが、この世界の窓からヘッドを突き出すというね非常に攻めているカタログの表紙です。この頃はね非常に RST の人気が高くて、カタログでも一押しになっているんですが、時代とともにこのリバイバルシリーズが影をね潜めていきます。83年には FST シリーズがですねリニューアルされて発売されます。いわゆるスーパーストラとですねメタル系が流行り始めて、クラシカルなタイプがですねちょっとずつ影を潜めていくんですよ。83年当時の人気の定番といえばやっぱフロイドローズですね。ああもうキュンキュンさせるのと、あと SSH のピックアップですね。86年には FR が発売されます。 FR はねフェルナンデスの顔と言っても過言ではないストラトタイプのギターで、がっつりゴリゴリに FR を今後押していくことになります。この FST が形を変えながらリリースされたのと、 FR がついに発売されたということで、この RST はですねランクが徐々に下がってきて、90年ついには終幕という風な形になってしまいました。でもですねやはり今見直されているということは、やっぱりこれ良かったんですよ。83年当時の FST よりもやっぱり今でもこの RST の方が人気があります。では寄ってみていきたいと思います。ヘッドです。デカールにザ・リバイバルと書いておりまして、フェルナンデスの消えロゴですね。いい焼け具合です。ネックもね非常にヴィンテージ感が出ているメイプルですね。綺麗です。フレットは打ち替えられておりまして、ジャンボフレットですかね。でピックアップは3シングルなんですけれども、リアとフロントはオリジナルで、センターがサーのものに変更されております。5ウェイのスイッチで、ブリッジはオリジナルでリバイバルと刻印がされております。見えますでしょうか。非常に細かい仕事ですね。目もいい感じです。裏行きましょう。ペグです。これもオリジナルですね。後ろのねネックの焼け具合もかなりかっこいいです。結構ね目の詰まったしっかりしたネックです。そしてプレート、フェルナンデスのロゴ入りです。石ロゴが入ってますね。いかがですか。非常に綺麗な目ですね。